こんにちは、吉谷さん。まあ、月収100万という話で言えば、まあ、これは誰でも行くんじゃないですかね。どう考えても誰でも行くと思うんですよ。いやいや、そうはいかないでしょうっていう人もいるんですけども、そういう人も込みで行きますね。この月収100万っていうのは、いわゆるね、本当ひどい話に聞こえるかもしれませんけども、ちゃんとやれば行きますよ。だから、いまいちね、本気じゃないんでしょうね。だって、まず最初に、時給とか月給を選ぶ段階で行かないじゃないですか。だからそこに行くからダメなんですよ。月収100万を目指すんだったら、月収100万なりのルートがあって、まあそれ以外はないですよね。まあ例えばね、月収100万で一番簡単なのは、そうですね、自動的に入ってきて労働がほとんどないのは、まあ、国会議員になることじゃないですかね。ずっと200万とか入ってきますよね。まあそんなね、極端なこと言わなくても、普通に商売しても、行きますよ、これは。まあ、どう考えても行きますよ、これは。吉谷さん、これはね、他のことでね、見込み違いがあっても、月収100万、どう考えても行きますよね。誰でも行きますよ。だそれが一生続くかどうかはまた別ですよ。継続には継続の、またね、向き不向きがあると思いますし、月収100万がさすがにね、3年ぐらい続いたら、そろそろいいかなって気持ちにもなってくるんで、例えばね、60万とか50万に落としていくみたいなこともあると思うんですよ。じゃあね、なんで月収100万いかない人がいるのかってことを、今回はね、私なりの見解として話させてもらいます。まずはですね、今回吉谷さんにメッセージを送ってきた方のような考え方をしていると、要するにね、みんながみんな月収100万いかないでしょ、みんながみんな成功しないでしょって言うから、まずは行くと思ってないんですよ。行くと思ってなかったらそこで終わりじゃないですかね。じゃないですかね、だからまずね、できると思わないからそこで終わるんですよ。やってもいないし、まあ何も動いてないのに、発想の時点でもうお手上げになっちゃってるんですよ。で、次ですね、いけるんじゃないかなと思ったら次の段階進みますけども、次の段階ではやっぱりね、学ばないといけないですよね。だってコンビニ行って月収100万ですって、まあ、嘘だってわかるじゃないですか。だからそんなことを学んじゃダメなんですよ。月収100万を目指す人がコンビニにバイト行くとかね、なんかタウンワークみたいなアルバイト情報誌を見るとか、ハローワークに行って月収の少しでも多いところを探すなんてことをしても、100年かかっても見つからないですよ、それは。だからね、どのルートだったらそれが行くのかってことを学ばないといけないですよね。月収100万でしょ、道むちゃくちゃ広がってますよ、これは。この段階でほとんどの人がまずはできるとも思ってないし、できると思ったのにそのルートを学んでいかないでしょ、いかないですよね、それは。で、その後で学んだだけじゃダメなんですよ。試さないと。どの道だったら100万いくかなって試さないと。何日ぐらいでいくかなって試さないと。だからこの3つの段階を超えたら月収100万いくしかないんで、1万人いたら1万人いきますよ、これは。あとはね、一人一人の向き不向きにカスタマイズしていけばいいだけでしょ。だからそれも込みで学ぶってことだと思うんですよ。だからね、多くの方は月収100万じゃなくてもいいんですよ。月収50万でもいいんですけども、できると思ってないんですよ、自分に対して。それができるのは一部の特別な人みたいな感じで、努力とかなんとか関係なく、選ばれた人がそこに行くだけであって、あとは頑張っても無駄、どうやっても無駄っていうふうに自分で自分のことを否定していて、世界中の誰もね、誰一人としてあなたに月収100万無理ですよっていう人は一人もいないのに、唯一の味方、自分だけがいかないと思ってるんですよ。それは無理ですよと。逆ですよね。世界中の75億人が、お前月収100万無理だよって言っても、いや、行くんじゃないのって言って学んで、そして試していけば、行きますよね、これは。100万の商品1本でしょ ?20 万の商品5本でしょ。これは行くでしょう。いや、はっきり言ってまともに商売したら行きますよ、こんなの。行かなかったら何やってたんですかって話ですよね。もちろんそこを望んでいないんだったら行かなくてもいいですけどね。真面目に考えれば行くんじゃないですかね。行くとしか言えないですね。月収100万を何度も取ってきた私の立場から言うと、行きます、これは。月収100万を取ったことがない人は信じないと思います、だってやってないんだもん、実現してないんだもん。でも実現してないことは行くに違いないっていう風な、まあ、ある意味素敵な勘違いをすればその道に行くんじゃないですかね。
一部の方が行くんじゃないんですよ。順番に行くんですよ。一部の方がまず行って、そして次の一部の方が行って、最終的には全員行きますよ。じゃあこういう極端な考え方したらどうですかね。月収1円の人ってどうですかね。難しいですかね。でもどうですかね。昭和10年で月収1円ってどうですかね。明治でも大正でもいいんですけども、1円札があった時代、月収1円、いやそんな無理だよって言った人いたと思うんですよ。でも今行くじゃないですか。だからおそらくね、月収100万が高いと思ってた、そんな時代もなんか将来あるんじゃないですか、この国からどっかの国には。まあちょっと極端な話ですけど、今この時点でも行きますよ、やっぱり。それ以外の答えないですよね、これ。え、行かないですよっていう答えあるんですかね、吉谷さんとか私に聞いて。月収100万、ああ、一部の人しか行かないですねって答えが返ってくると思ったんですかね。いや、もうちょっと頭使った方がいいですね、その人には。申し訳ないですけども。できてる人に、できますかねって聞くのは何なんですかね。ということでね。励ますような、けなしてるような感じになってしまいましたけども、いや行きますよ。なんかまとめますけども、まずはできると思ってないから、その時点で終わりじゃないですか。次できると思ったら学んでいかないと、どのルートがいいのかで学ばないわけでしょ。学ばなければいかないですよ、やっぱり。次学んだんだけども試さなければいかないです。学んだんだけども、あ、いい勉強した、いい話聞いた、月収100万の仕組み分かったぞ、終わり。 YouTube1万本動画作ったら1億円になるんだな、分かったぞ、終わり。稼げないですよ、そんなんじゃ。ね、試さないと。ね、トライ&チャレンジでいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。